きな症候群は猫鳴き症候群ですが、今日も元気にイリス症候群にかかっていきます。多分遺伝子疾患ではないと思うんですけどね。一定スコアを取ってゲームオーバーになれば進展するみたいです。ある日ウサギの様子を見に行くと、先客がいた。同い年ぐらいの女の子だ。女の子はウサギに餌をあげたり話しかけたりしている。それはそれは微笑ましい光景だった。女の子はいつまでもウサギと遊んでいた。僕はずっとそれを遠くから眺めていた。なんだかすごくドキドキした。それからこれは少し後になって知ったことだ。その子が違うクラスの子であること、猫によって喘息の症状が出ること、そして一人ぼっちであること。もしかしてさっきの女の子がイルスちゃんだったりします？さあ、ちょっと都合いいですかね。7万くらい取ったらまた文章が追加されました。ウサギと遊んでいるあの子を物陰から見守るのは日常となっていた。その一人ぼっちの女の子のことはずっと僕の心に引っかかっていた。だから女の子とウサギが遊んでいるのを見るとすごく安心した。でも話しかけたりすることはなかった。僕は猫ともよく遊んでいた。だから僕が近づくとあの子は咳込んでしまうかもしれない。ずっと遠くから眺めるしかなかった。なんてのはただの言い訳で、勇気がなかっただけなんだろうな。どのくらい稼げば文章追加されるかよくわかんないんですよね。1万くらいですかね。野犬に襲われた。先生はそう言っていた。檻には犬が入る隙間なんてなかったのに。頭部のないウサギの死体は校庭の隅に放置されていた。後日そんな事実を親から聞かされた。女の子が殺したんですかね。さあ、あっ死んだ。女の子はいつの間にか学校からいなくなっていた。あの猫も見かけなくなっていた。そして僕の心に残ったのは、傷だらけのウサギの悲しい最後と、あの女の子のこと。なんだこれは。ウージにもいろいろあったんですね。テキストが追加されていました。自殺ウサギ日記。気がついたら死にゆく猫の絵で僕のノートは埋め尽くされていた。心を落ち着かせるいつもの作業。後ろの集団が楽しそうに話している。その中でも秋葉鳥は特に楽しそうだ。猫？動物占いに猫なんていた？ああ、そんなことを考えながら手を動かしていたんだ。後ろの集団が、また僕のことを話題にしている。そんなことはどうでもいいが、今日は江戸川健が文句をつけ始めた。めんどくさいことをする人だと思った。ところで、江戸川健は秋葉鳥に気があるようだ。そういえば、あの女の子をよく見る。ハイス京子というらしい。いつも一人でいる。ハイス京子が僕のノートを覗いている。堂々と。人のノートを勝手に見るなんて、なんて素敵な子だろう。どう表現すればいいんだろう。眺めていると楽しくなる子だ。あんな子に殺されてみたいと思った。このところ、僕の近くに座っている気がする。僕のノートは、特に猫が死んでいるページがよく見られているみたいだ。死にゆく猫の絵を、もっと描くことにした。そういえば、似たような作風の絵本が外国にあるらしい。でもあれはウサギがモチーフだ。廊下で気分を悪くしている女性がいた。とりあえず休めるところに連れて行ったが、これが間違いの元だった。秋葉鳥だった。なんだかよくわからないが、江戸川健と秋葉鳥が変に話しかけてくる。猫の絵が描けない。秋は妙に親しげだ。僕のことをいつの間にか下の名前で呼んでいる。ハイスにノートを見せる機会は激減した。とても困っている。秋に猫の絵を見られた。あれな人だと思われれば、僕と距離を置くかもしれない。しかし、江戸川と秋の僕への態度は特に変わらなかった。よくわからないが、三人で旅行に行くことになった。秋は僕によく絡んできた。江戸川は僕ら二人に気を使っていた。旅行の写真を受け取った。僕は、驚いたことにまんざらでもない顔をしていた。暑い季節がそろそろやってくる。長袖ではもういられない。腕時計で隠せる範囲でもない。それに気づいたら、疎遠になるだろう。ハイストは疎遠になったので、勝手にノートを見ることにした。楽しげな計画とか、
僕とは付き合ってることになってるとか、面白かった。何より僕のノートを楽しみにしてくれてたようで、とても嬉しい。あの二人には恨みつらみが書かれていた。四人で旅行に行って、江戸川と秋を殺すらしい。荒唐無稽だが、実在の人命を使うなんていいね。図書室に三人でいたら、ハイスが話しかけてきた。僕は平静を装ったが、心臓の鼓動を抑えきれなかった。やっぱり、彼女がノートに書いていた計画は、実行に移されようとしている。仮にあれが本気で、最後まで実行されたら、ハイスと二人きりになれるけど、警察をごまかすなんて無理。どうにか僕に移すことはできないか。ハイスが僕を撲殺する、なんてハッピーエンドだ。珍しく、秋と僕は二人きり。ノートについてうるさく聞いてくる、外国の絵本の真似だと答えた。じゃあ、元ネタ通りウサギでも描いてろと言われた。ウサギが死ぬ絵をいっぱい描いた。秋は、素晴らしいアイデアをくれた。ハイスのウサギへの愛情を考えたら、正解は明らかだ。ハイスがこのノートを見たら、僕をどうするだろう、ワクワクする。ウサギが死ぬ絵をまだまだ描く、でもなんて回りくどい手段なんだ。旅行は二日後、ふと昔の話を思い出した。胸が痛む、早く寝よう。ページは切り取られている。物言わぬ赤い目が、僕に何かを訴えた気がした。出発前に、江戸川と秋、奴らはバカだ。手首を隠す理由を知ったら、どうするんだろう。普通に接してくれるんだろう、バカだから。そんなことを考えていたら、二人を巻き込むのは良くないと思ってきた。僕に好意を抱いたのは間違い、二人の方がお似合いだ。もし、ハイスの計画が失敗に終わるなら、悪くないと思えた。四人の関係を正しくして、この小さな世界を変えてみせる。まあ、そんなところ、それでは出発します。そういう結論なら、旅行に行かなくていいんじゃないか？なんかの理由でハイスの計画を中止させて。めんどくさいな。ま、いっか。ウサギを殺したのはウジだったんですね。それに手首、リスカですかね。死んだら初めて振り向きました。別にベストスコアってわけでもなかったんですけどね。さあ、セットするぞ。どんな結末を、僕は望んでいたんだっけ？私はいいよ、写真嫌いだし。今となっては、はっきりとは思い出せない。何言ってんのよ、さあ、早く早く。僕の理想のハッピーエンドが。え、でも。これじゃなかったのは確かだ。そらそら、早く早く。でも。こんなのもありなのかな。エンディングみたいですね。これでハッピーエンドなんですかね。なんというか、まあ、今回はこのくらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。